そういう理由式。はい。縦のまんま。あうわぁ、綺麗だ、空が。よし、行きましょう。リトクラの世界にまたやってきました。このリトクラをヒカキンが見てくれてるんだって。嬉しいね。嬉しいですね。ヒカキンがこれくれたリトキンだって。ヒカキン見てる？マイクラ楽しんでます。またヒカキンともコラボしたいね。お、読んだ、寝よう。あー、ちょっと時間経ったかな、操作が。よし、で、今日は何をするって？今日は以前言ってた船着き場を作ろうかなと。ちょっと待って、あれのどうしちゃった？俺の牧場に、多分牧場、これはこれゾンビなんですけど、金の防具をつけてるので強い、燃えないんですよ。厄介だから、まあいじらなくていいか、なんかの中にいるし。これがこの前作った畑、植林場、あ、違うわ、畑巻き潰してあってね。木をゲットしよう。そして今日はここですね。ああ、船があった。一回船着き場を作るレイアウトを考えるところから始めた方がいいかもしれないですね。入り口からきれいにつながると楽ですよね、きっと。そうだね。で、木の板で埋めていくの。この原木の状態じゃなくて木材にした方が数が稼げるので、で、ちょっと家の中入ったついでに1個だけ便利機能を追加してもいいですか？今見えてる左の画面の、これ重量感知板っていうのって、これを軽く作ってみてください。これを扉を閉めてもらって、で、扉の手前の1マスに置いてください。で、それを踏んでみてください。僕も風抜けてたんですけど、コメントをくださった方がいて。マジで？で、これは扉だけじゃなくて柵とかにも使えるんで。ちょっともう一個作ろうよ。これでしょ？そうですね。で、こうするともう扉を閉めなくてよくなるので、外から帰ってきても。なんでこれが便利だし、いいなと。なんだよ、ありがとうコメント。で、船着き場作るときにもう一段掘った方がいい。ちょっと段差ができちゃうんですよね。ああ、それでもうここ引いちゃっていいの？急に船着き場か。そうですね。あとはまあ全体を埋めてみて、もうちょい伸ばしたいかとか。これ対岸とかから見ると、行ってみるか。おお、ほお、ちょっと上げてみるか。じゃあちょっとね、もしかしたらその最後のところとかを階段にしちゃった方が。階段は持ってんの？階段作れると思います。まあ好きな数だけ、そんな大量にはいらないと思います。うわ、ちょっと行っちゃいたいけど怪しいな。ドア最高じゃん。うわ、あっちまで開くよ。なんか行った？乗ってます。うわ、何乗ってんの、船に。あれ、爆破したりする。ああ、大丈夫です。よかった。暴れる。ああ、繋がってる。いよいよこっちの方がいちいち飛び越えなくていいので。こんな壁ちょっと一回船持ってきてみようか。どうやって乗んだ多分出てくると思います、近づけば。左下のボタンですね。わあ、でもいいよね、なんか違うね、やっぱすごいじゃん。おお、ちょっと出かけます。
おおあーすげえ船着き場じゃん。もっと豪華にしよう。ここがね、壁があった方がね、道としては動きやすいよな。置いてみる。蚊がいるな。蚊が、現実世界に蚊がいるな。ちょっとシンゴチン刺されやすいんだよ。あ、違うわ、シンゴチンじゃなかった。リとか刺されやすいんだよね。4個分。あとは今現状だと、今の土のブロックの上にもう一個柵が上に来ちゃうと、うん、自分が全く出れなくなっちゃうので、まあ扉をつければ行き来はできるんですけど、だったらまた床を一段上げちゃった方が周り全部掘るよりも早いのかな。ああ、ここは一段階段とかにしてもいいのか。よし、それこそハーフブロック。いやー、ハーフブロックは2個並べると1つのブロックになるんで。おっと、上に来たね。ああ、これが始まりって感じ。そうです。なんで始まりだけはフェンスが1本しか立たないので、それを何個か重ねるとなんか街灯みたいにできたりとか。やばいやばい、爆発する、燃えてるよ。ゾンビなので燃えるだけだと思います。水中ゾンビが船に乗って。蚊が来てた。今やられたよ。遅かった、あっち行った。いた。倒した。倒したけど刺されたよ絶対。どうなったあいつ。多分燃え尽きただけです。あー、よかった。かいい。愉快な仲間たちが集まるのがやってるけど、そんな場合じゃないんだよ。まあちょっとハーフブロックを置いてみたから、あー、こうやってね、こうやって下がっていきます。なってきてるよ。なんだよ、もう夕暮れ早いな。もうちょっとやりたいんですけど。しかも雨じゃん。カニ。カニやられたよね。ああ、ちょっとね、いいよね。そうですね、やっぱり情報量が増えてくると。そうだね、ちょっと木を引っ張るかな。良い感じ。じゃあちょっと柵を持ってみる。虫が入ってきた。入ってきたね。あー、目の前虫。牛か馬か。馬が入ってこれるってことはモンスターも入ってこれる。そうだよね。ちょっと階段を広げよう。踏んじゃいそうなんだよな、なんか。まあでも踏む分にはしばらくしたら閉じる。ああ、まあ閉まるのは閉まるのか。あれ、おい、馬なの。どうやって入ったの。多分この今目の前のところとかは一段しかないので。一段だと入れちゃうんだ。入れちゃいます。馬ちょっとこっち出て。はい、柵だと大丈夫なんですけど。ああ、ほんとだ。じゃあやっぱここ上にも必要なんだね。あの辺も入ってきてんの、あれ。そうですね。何やってんだよ。ここ削ろう、ちょっと。そうですね、削るのも手ですね。はあ、来てますね、敵が。めっちゃやばい。まあ、多分、大丈夫だ。なんかガンガン入ってくるな。こんなにダメか。
穴開いちゃってんだもん。あの子たちもずっといるしさ。ほら、また乗っちゃってんの、あれ。一回ちょっと出てよ、あなたたち。ここ開けよう、もうちょっと。どうぞ、お帰りください。だ、そっち行っても出れないんだって。なんでだ、嫌なんだよ、家にずっといられると困るのよ。ここ開けるから、この辺も行って行って行け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 、よしよし、閉めます、こっちも。よしで、あっちはもう高く穴掘ったから、こっちも船着き場を作っていると自分の家に入られたくなくなってきたんで、この辺全部怪しいってこと？いや、柵は大丈夫なんですよ、一段でも。ああ、そうなんだ。あ、じゃあここ入れちゃうんだ、今。そう、そこ入れちゃいます。勘弁、勘弁、来ないよ、OK、そう、そこが入れちゃうんですよ、こういうね。はい、何やってんだよ。そう、ちょうど今多分出入りしてる、ここが入れないんです。これ、これで入れないです。これもか、何も、松明置こう、ここ。そうですね、松明置いたり、街灯っぽくなんか作ってみたり。そうだね、ここに、そうね、柵のこれで、この上とかにさ、これどうだ。ハーブだと松明がつけづらいかもしれない。え、いけんじゃない。あー、いけなかったか。もう一個、フルサイズにすればいけます。そうだね。あー、雰囲気、おー、それで4つつけるとなんか雰囲気。おお、やべえ、いいところで雨とか来るよね。蚊に刺されたり。蚊に刺されたり。ああ、でもでも、ああすごいすごい。でもかっこよくなったね。やっぱなんかいい感じだね。そうだね。あとはこの辺をどう処理していくか。そうだね。ちょっと乗せてみる。すごいね、豪華になってきたじゃん。ねえ、また乗ってるけど、こっからの景色もすごくなってきたね。松明がかっこいい、お城みたい。松明も素材に余裕が出てくればランタンとかに変えられる。あ、やばいのがいますね。どこ？あの旗のやつです。あいつ関わると近くの村が襲撃されちゃうので上に来て見ているっていう。そうなんですね、あれと敵対しちゃうと近くの村を滅ぼしちゃうので、今はまだ戦えないかなって感じですね。来ないでください、違うんです。知らない家です。知らない家なんです。僕の家じゃないです。こちらです。こちらに来てください。こちらに来てください。こっちです。ここここここ、こっちです。こっちの方、こっちの方にいますよ、僕は。こっちの方にいます。どこですか、どこですか、どこですか。あー、そこ関係ないです。すいません、すいません。こっちに来てください。トロッコ乗ります。なんか音が聞こえなくなった。いないね。この子爆発するかな。いや、爆発はしないですね。あ、じゃあ近寄れないで乗っちゃったって感じ。そうですね。じゃあここ作業してて平気ですか。あ、大丈夫だと思います。お、石があんじゃん。まだいるよ。
多分もう出れないんでしょうね、そっから。どうしたらいいの？あ、多分あの普通に倒せると思います。倒せる？はい、向こうからの攻撃で当たらないので。ああ、一方的な。なんかすんません。なんでゾンビに謝らなきゃいけない。いいじゃないですか。ちょっと逆から見てみますね。まあそりゃキリがないんだけど。いや、なんだよ、どこだ。やっべやべやっべやべ、周りきりやべ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 、どこ。あっぶね。いるでしょ、ほら。あっぶね。あー、また乗ってんじゃん。いや、いいよ。すごいすごい。ちょっと近くであれやろう。あれやろう、上に上登ってみよう。このぐらいの角度で。おーしゃー、おわーしゃー、うえー、かっこいいなー。